ピアノの有森博です。今回は、まあ一つはストラヴィンスキー の一大四種 の春の祭典っていうのを、まずこう連弾バージョンでこうどんな風になるのか、なかなかその実際にコンサートで弾くっていう機会がない曲なので。ああ、そうですか。はい。で、まあそのピアノで再現するとどこまでこう可能性が広がるかっていうのを、まあちょっと試してみたいっていう。でやってみないとね、なかなか分かりませんからね。はい。それもあって、まあレコーディングもさせていただき、はい、コンサートで生演奏でもさせていただくっていうのをこう一つの、まあメインとして、はい、やってみたいと、面白い試みとしてやってみたいというのと、あとはそのストラヴィンスキーと合わせてこう、まあ、展覧会の絵っていうのが一つの、まあ、ソロで大きい曲として、はいはい、2大メインとしてこう並べるとこう相性がいいんじゃないかと考えましたので、はい、その2つの対局を中心に楽しんでいただけたらと思って、はい、プログラムをしてみました。はい、その4種に編曲なさったのはどなただったんですか？4種はストラヴィンスキー本人が連弾にしまして、それで初演に先駆けてこう出版された楽譜で今回演奏したいなと思ってるものですね。はい。やっぱりあれですか、テクニカル的には難しいとかなんとか。難しいですね。弾けない音がいっぱい書いてあるので、はい、それをどこまでこう弾きながらどこを削ってどこを弾くかっていうのを、まあ、考えるのも楽しいんですけど、はい、あと手がまあ普通にこうやって並んで弾くだけでは弾けないので、はい、手と手の間をこう行くとか、こうなるとか、いろんなその弾き方の工夫というか、なんかそういうのをしながら、はい、そういうことがあるわけですか。はい、そうですか。はい。まあでも楽しい作業で、それでまあ一緒にやる秋元君っていう大学院の学生なんですけれど、はい、非常になんていうそういうアンサンブルに長けてるピアニストなので、はい、まあ、一緒にいろんなアイデアを出しながら。やっていきたいと思いますけど、はい、でもあれですね、ロシアのプロについては随分紹介なさったりしてますよね、これまでに。そうですね、もう、できるだけこういろんなこう種類の曲というか、もうロシア音楽はこんなに、いろんなこうタイプの曲があって、こう面白い奥の深いものなのだというのが広がっていけばいいなと思って、はい、まあ、まずはその自分の好きな曲とか弾きたい曲をもう片っ端から弾いていってるっていうような状態なんですけど、はい、そのモスクワに行ってそのいろんな知らない楽譜はとりあえず買って、はい、それでどんな曲かっていうのを、まあ、とりあえず自分で音にしてみて、あ、これは弾いてみたいと思った曲はもうどんどんプログラムに入れていって、で録音もしてっていうことをもうずっとやってきています。そうですよね、かなり。なんかロシアの曲目なんていうのはあれです、急に花咲いたみたいに、あ、はい、たくさんいいものがありますよね。そうですね。で最近こう勉強に出かけていく学生も増えましたし、はい、いろんな作曲家も前にはほとんど弾かれなかった作曲家もどんどんこう日の目を見るようになってきて、あ、そうですね。あ、そうですか。どんどんこういう感じでこうロシア音楽がこう一般にもっとなんか親しみを持って、そうですね、もっとずっと広がりをしてるように思いますね。はい、思っています。そうですね、はい、でその今度のリサイタルに関連した形で CD もお作りになったわけですね。そうですね、ストラヴィンスキーのも録音しましたし、あとはこう、はい、チャイコフスキーとか、まあ、バラキデキとか、今回弾くタクシビリっていう作曲家とか、はい、ラコフとか、まあ、いろんな珍しい曲も一緒に録音したものを、来月発売なんですけれど、はいはい、会社は？会社はフォンテック。フォンテックですか。はい、で今月のコンサートから、まあ、先行発売をもうしてもらうようになっているところなんですけれど。あ、そうなんですか。はい、はい、たくさんの方に聴いていただけたら嬉しいと思います。やっぱりね、レコードと連動させてやっていくといいですよね。はい、そうですね、まあコンサートをきっかけに、まあ興味を持っていただけて、それで CD もなんか聴いていただけたらもうさらに嬉しいっていう感じなんですけど。あ、そうですか。はい、あと、まあ、これからのねご自分の在り方について
どういうふうにお考えになってらっしゃいますか。そうですね、まあ今後も、まあ、もう本当に楽譜だけはもういっぱいいろいろ集めるのが好きなので集めてるんですけど、はいはい、なかなかそれを音に、このまま楽譜を持ってるだけではただ の荷物になってしまうので、はい、その、珍しいものをどんどんこう音にしていって、はい、それを、まあ発信していくっていうことをいろいろ考えてやっていきたいと思っているので、まあ、有名な曲も珍しい曲もいろいろなんですけれど、あとは、まあこ の, シリーズもこうどんどん続けていきたいと思いますし、とにかくもっとなんかこうロシア音楽が親しんでもらえるように、まあ、ソロとかピアノ部分とかもですけど、いろんな形でそういうレパートリーも減らして、そうですね、いろんな形でやっていかれるわけですね。やっていけたらいいなというふうに思っています。かなりの時間でもロシアでに過ごされてるんじゃないんですか。かなりというか、まあ、回数はちょくちょくは行ってるんですけど、まあいろいろそんな長期滞在をする時間もないので、まあ3、4日とか1週間とか、まあパッと行ってパッと帰ってくるようなことを繰り返してる。あれですか、そういう時に結局楽曲見つけたり。そうですね、まずはなんか楽屋に行くっていうところから始めて、まああとはまあ、まあこもって練習だけしてる時もありますし、はい、まあいろんなところに出かけて行って劇場とかに出かけて行く時もありますし、はい、まあ、とにかくなんかその自分の音楽に集中する時間っていうか、もう切り替える時間というか、はい、なんかそういうのを、そういうことをするためにこう時々こもりに行って。ああそうですか、はい、じゃあ当然その音楽だけの、そうですね、全くその音楽だけのことを考えるあれですね、はい、そうですね、入ってきますよね。そうですね、それでなんとなくこう、感覚的にこう自分の体の中にこういつも新鮮なものをこう取り入れて、はい、それでこうロシア音楽を弾いていきたいっていうのがあるので、時々その感覚をまた取り戻しに行くという感じ、あ、そうですか、はい、ですね、